はい、行きます。どこにいるかというとタイのバンコクにいます。バンコクの BTS アソーク駅の近くにロビンソンデパート、ウェスティンホテルって下にねロビンソンデパートってあるんですけど、そこのところのフードコート、トップスのフードコートにいます。本日2017年の2月の5日日曜日なんですけどね、日曜日ということであんま人いないです。いつもはねこのところ会社が多いんで、お昼とかになるとねいっぱい人が来てるわけですけど、今日はね土日は結構少ない、逆に。で今頼んだのがこちらの食べ物です。そちらで券を買って、まあ、多くのこういうふうにね飲食店があるわけですけど、このところで一つのところでまずこれを頼みました。3種類ご飯とね、これ具が選べるわけですけど、まあタケノコの辛いやつ、これザーサイで、そちらがカレーかな、イエローカリーっぽいやつであります。でこれスープで、このカオマンガイね、チキンライス、これ合わせてだいたい115バーツ、この水回してね、今のレートでいうとだいたいいくらぐらいかっていうと308円ぐらいです。まあ、ちょっと多分ねそれに比べたら、でもこれ1品だけでいうとこれが60バーツなんで、ね、水と合わせて70バーツ、240円ぐらいで食べれるわけです。まあ、最近ちょっと円安が進んでね、若干高いんですけど、円高の時はね結構ねもっと得だったんですけどね。まあ、いずれにしろ安いです。まあ、ちょっと自分は男なんでね胃が大きいんで2つ頼みましたけど、これ1つで十分だと思います。だから結構安く食べれるので、皆さんぜひね、もし安く食べたい方とかいらっしゃったら、このフードコートっていうのは、バンコク、ね、数多くありますので、フードコートのこういったところを利用するといいと思います。